皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校1年生正の数負の数の内容です。これから数の代償を絶対値で考えて、その関係を不等号で表すことについて学習します。教科書では15ページの内容になります。それでは15ページを開いてください。はじめに絶対値の意味について学習します。9考えてみようの問題から考えてみましょう。下の数直線を見てください。原点との距離が点 A プラス5と等しい点を見つけ、その点に対応する数を求めてみましょう。終わったら点 B マイナス3についても同じことを考えてみましょう。それでは始めてください。答え合わせをします。正解は、点 A と等しい距離にある点は点 C でマイナス5、点 B と等しい距離にある点は点 D でプラス3となります。ここで数学の用語として絶対値の意味についてまとめます。数直線上である数に対応する点と原点との距離をその数の絶対値と言います。画面の赤で示した数字がそれぞれの数の絶対値となります。そして0の絶対値は0となります。次に確かめ ④ の問題をノートに解いて確認してみましょう。それでは始めてください。答え合わせをしましょう。それでは始めてください。次は問い3の問題です。与えられた絶対値から数を答える問題です。それでは始めてください。答え合わせをします。正解はプラス7とマイナス7となります。例以外の数の絶対値は必ず2つあるので注意しましょう。小学校では例と正の数までの学習でした。中学校からは負の数を含めて学習をします。絶対値をもとにして数の代償を考えることについて考えてみましょう。小学校の算数の学習から正の数は絶対値が大きいほど大きくなることは皆さんはすでに理解されていると思います。では負の数の代償はどうでしょうか。正の数のまとめ方と同じようにノートにまとめてみましょう。それでは始めてください。答え合わせをします。負の数は絶対値が大きいほど小さいとなります。このような意味でまとめられていれば正解です。大きいほど小さい、これがキーワードです。次は問4の問題です。絶対値をもとに数の代償を考え、その関係を不等号で表しましょう。終わったら次のもっと練習の問題もノートに解いてみましょう。それでは始めてください。正解はこのようになります。
答え合わせをしましょう。それでは始めてください。次に16ページを開いてください。次の基本問題で、これまでの学習について基本的な内容が理解できているかどうかを確認します。わからない問題やできなかった問題は丸矢印で示されているところに戻って確認しましょう。まずは基本の問題の1と2の問題を解いてみましょう。それでは始めてください。答え合わせをしましょう。正解は次の通りです。それでは始めてください。次に3と4の問題を解いてみましょう。それでは始めてください。答え合わせをしましょう。正解は次の通りです。それでは始めてください。基本的な内容について確認できましたか？今日の学習では絶対値をもとにして数の代償を考え、その関係を不等号で表すことについて学習しました。またこれまでの学習についての基本的な内容の理解についても確認しました。次は正の数、負の数の加法と減法について学習する予定です。それでは次回もよろしくお願いします。